はい、毎日学習館林です。小学生の宗田です。よろしくお願いします。今日は関西大学の商学部公募制推薦試験に関してやっていければなと思います。よろしくお願いします。最近のカンカン同率の傾向として、結構その何て言うんだろう、商学部とかこうその商売やるその人、娘さん息子さんとかが来るような学部、割と力入れてるところがあって、ちょっとさっきもお話ししたんですけど、東京とかと比べると結構関西圏って経済規模もちっちゃくって、そうするとこうなるべくこうその商売やってる人をたくさん集めて、それでこう大学側としてもこう学費とかそういうのを含めたらこう安定させていきたいというところがあったりするので、結構その商売やってる方の2代目3代目とかその後継者を育成するプログラムっていうところをかなりこうやってたりするんですね。なのでそういった部分に関してどういうプログラムがあるのかとか、そういうふうなところも含めながら、ちょっと各大学カンカン同率見ていければなと思います。で、関西大学の商学部公募制推薦っていうところでちょっと見ていければなと思うんですけれども、募集人員15名っていうふうなところで、筆記試験は、小論文を90分解くっていうふうなところですね。あと面接があってっていう形なんですけど、90分の小論文って結構大変ですよね。そうですね、結構大変。文学部受けた時、慶応の文学部、今田さん慶応の文学部なんですけど、慶応の文学部受けた時に小論文ってでした。第一講座は20分で、面接の小論文第二講座が60分。なるほど、なるほど。どうでした？結構私にあっという間でしたね。結構なんか自分なりに割と得意っていうか、こうそこまでめちゃくちゃ苦手意識があったわけじゃないっていう感じ。そうですよね、あんま苦手意識なかったです。小論文がもし苦手で、どうしてもなかなか小論文自分一人だと書けないっていう人にとっては、90分の小論文って割と地獄かなって思ってて、何を書いたらいいか分かんないとか、どういうふうに書いたらいいか分かんないとか、こんな長いやつどうするんだとか、そういうふうにこう悩まれる方多いと思うんで、もし悩んでる方はぜひご相談いただければなと思います。その上で、出願資格に関してなんですけど、評定平均値 4.0 っていうと結構高いなっていう感じしますね。で、簿記検定が2級以上とか、あとは実用のその、英検ですね、英検に関して言うと2級以上とか、あとは、トイックで490点以上とか、それぐらいがあればいいよってことで、一つ一つ見るとそんなに高い基準ではないので、どれかしらは引っかかるんじゃないかなっていう感じはします。商業高校の人とかも結構出しやすいですね。で、あとは推薦書が必要で、志望理由書に関して言うと、その4つのお題を250字程度でまとめるっていう形なので、逆に結構要約されてなきゃいけないから難しいってところはあるんですけれども、どういうこと書いたらいいか分かんないとか、どういう構成書いたらいいか分かんないとか、そういう方はぜひご相談いただければなというところです。あとはそうですね、パッと見たところで言うと、でも内申で 4.0 で、あと求められてる資格が英検2級とか、それぐらいのものなので、めちゃくちゃ難しいっていう風なわけではないんだけれども、やっぱりこうそれにちゃんと今まで真面目にやってきた人じゃないとクリアできない基準かなとは思います。あとはカンカン同率であると、そのいわゆるそのマーチの滑り止めとかで受ける方も結構東京の方多いと思うんで、専眼かどうかっていうところもちょっと見ていければなとは思うんですけど、これ学校長の推薦を受けてることみたいな形で書かれてるんですよね。で、公募制推薦って形で書かれてて、その学校長の推薦を受けてるってのは、その自主応募とか自己推薦とかっていうのとはだいぶこう形式が変わっていくんですよ。学校長の推薦を受けてるっていう形になると、そのだから校長が推薦したからには責任を取ってくれっていうロジックが生まれがちなんですよね。でそうするとなかなかやっぱり実際併願ってのは難しいのかなっていうふうに思っていて、それ考えるとやっぱりちょっとこれからまたカンカン同率一通り説明していきますけれども、ちょっとこうその実質的に洗顔になるようなものはなるべく避けて、併願できるようなものを受けた方がいいのかなと思う。ちょっと使い出は悪いかなっていう感じはします。内申とか、あと他の書類もろもろ見てても、なんかこう何内申がそんなに良くないとか、なんか英語の資格がないとか、そういう人がこう逆転できる要素がある入試ではあんまりないのかなというふうな感じはします。
はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではLINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。